イタリアの金融大手、ウニクレディトは25日、イタリアの同業、バンコ BPM に対する買収提案を発表しました。イタリア国内での競争力を強化することが狙いで、株式交換による買収総額はおよそ1 0億ユーロ、日本円で1兆6000億円程度となります。 ウニクレディトは9月にドイツのコメルツ銀行の株式の保有率をおよそ21%に引き上げていますが今回の買収提案についてはコメルツ銀行への投資とは独立しているとしています。